そうだと思う。なんか奇妙じゃない？うん。入ってみる？私が開けるわ。うん、鍵がかかってる。はぁ、どうしよう。よく考えて。そうだ、こっち向いて。わかった。手の周りをなぞる。くすぐったい。でもナイスアイディア、私もやってみる。動かないで、あと少し。いい感じ。よし、完成。傑作ではないな。美術館には飾れない。全然ダメ。私の絵はこれ。ちょっと急いじゃったけど。わあ、すごい。これ見える？どこに行くの？ちょっと手伝って。中に入りたいの。ねえ、早く。そうそう、鍵がかかっているんだ。その調子。やった、扉が開いた。行こう。中はどんな感じなんだろう。すぐにわかるよ。つまらない。うん、そうだ、先生起こしちゃおう。カラオケでね。え、うわ、最悪すぎる。シャラン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 。ダメ。アシュリー、ストップ。下手くそ。耳が痛い。アシュリー、本気でやばい。もう終わりにしてくれる？オー、イエーイ。まだ寝てる？学校なんて行きたくない。私の歌気に入ってもらえなかったみたい。あ、わー、いいやー。音痴にも程がある。あー、まだだね。大変だ。それ。オー、イエーイ、ララーラーラー。ちょっと座って。どうにかしないと。すぐ戻る。オー、イエーイ、ダバダッダーン。まだ歌ってる。もうこうするしかない。うるさすぎる。もう限界。死者も目覚めちゃうよ。終わったら起こして。みんな最高。うるさい。終わりってば。ちょっと待って、いいこと思いついた。試すが勝ち。トイレットペーパーを使うの。芯を2つに切ったら、1つを手に取って端っこにテープをつける。一周ぐるっとね。いい感じ。次は切り込みを入れるよ。等間隔にね。こんな感じ。もう片方の手に芯をくっつける。コンシーラーを使うよ。チューブにのせてブラシでしっかりなじませる。テープとチューブをカバーするようにね。全部きれいに。手と爪も同じように塗るよ。次はパウダー。薄く塗れば OK。 肌の色を少しだけ明るくするの。いい感じ。次はアイライナー。手に細い線を描く。傷を再現するよ。爪も黒くしてね。指にも傷を作る。わお、いい感じ。それに奇妙。これこそがまさに悪夢。アシュリーを黙らせなきゃ。まずは電気を消す。ん？何が起こったの？ミンディ、そこにいる？一体誰？怖いんだけど。私に近づかないで。どこにいるの？待って、今のは何？誰かに触られてる？もしかして後ろ？あれ？何もない。変なの。ただの気のせいかな。怖すぎる。電気がいきなり消えて誰かに掴まれたの。うん、それは奇妙だね。待って、これでどう？ふう、ミンディありがとう。安心した。嘘、そんな本物なの？そうみたいね。ああ、何？落ち着いて、私の手よ。ほら、心配する必要なし。何が起こったの？先生、起きた。説明しなさい。私じゃないよ。正体は手。大
丈夫？わお、それは痛い。新しいドレスを買ったの、似合うと思う。あ、先生来た。おはよう。今日は私の誕生日なの。これは何かしら、早く開けたい。先生誕生日なの？プレゼント買ってない。別にいいんじゃない？何かあげなきゃ。そうだ、カバンの中を探してみよう。ラバーダックはあげられない。どれも全然ダメ。何もないや。そんなに簡単に諦めるの？はあ、私も見てみよう。良さそうなのあるかも。ゴミ袋持ち歩いてるの？あ、なるほど。虫好きだと思う？まさか。うん、アシュリーには見せられない。クマさん好きなんだよね。で、なんだっけ？うん、なんでもない。大丈夫、私に任せて。もしもし？大したことじゃないのに。どうもありがとう。わー、早い。うん、すごくいい匂いがする。鼻？だって綺麗じゃない？ほら、嗅いでみて。私、鼻嫌い。じゃなくて、アレルギーなの。うん、いいこと思いついた。手のひらに絵を描くの。花のね。葉っぱと花びらに指を描く。背景を黒くすることが重要。特別な作品になるからね。できたら色を埋めていく。黒い絵の具でしっかりとね。他の色も使うよ。花びらにはシルバー系の白、目立つからね。葉っぱには明るい緑色。他の色合いも使ってコントラストを作るよ。あとは最後にディテールのみ。花びらのディテールを描いたらアウトラインも加える。これでよし。うまくできた。私って感じ。アシュリー、これどう？花好きでしょ？え、それ自分で描いたの？うん、いい感じだと思わない？先生に見せよう。先生？はい、何？プレゼントがあるの。本当に？私に？優しいのね。私もあるよ。わお、美しい。そんなの見たことない。うん、待って、写真を撮らせて。すごく素敵。わお、気に入ったって。最高の誕生日ね。花の水やりはすごく大切。新しい髪型にしたいんだけど、どう思う？なんで私に聞くの？黒でいいじゃん。金髪に染めてみたら？それはない。ね、何かやることない？うん、そうね、ああ、そうだ、魔法はどう？テントウムシ、かわいいわよ。それ。わお、見て、すごい。ディズニープリンセスになった気分。わお、ありがとう。ミンディはどうかしら？そうね、これなら気に入るはず。待って、近づかないで。ちょっと近い。ここにいていいよ。え、何が起こってるの？こんなの初めて。あらら、カラフル？ダメ、絶対に嫌。あっちに行って。わあ、蝶々大好き。テンション上がる。ふう、危なかった。でもまだ何もない。そうだ、テントウムシを使おう。怖がらないで、ここに置くよ。そうそう、ポーズ。いいね。まずは三角を描く。線を追加したら丸で囲むよ。頭とアンテナを追加して、テントウムシといえばドット。黒く塗りつぶしたら完璧。ここから赤を使うの。ドットの周りを塗る。丁寧にね。赤がすごく明るい。中は黄色く塗って、これで完成。テントウムシ、いい感じ。どう思う？上手でしょ？わお、本当にそっくり。ミンディ素晴らしいわね。見直したわ。今日からお友達。あの、アシュリー、おい。え、何？ああ、ちょっと待って。ハートを描いたら、そこから線を外側に引くの。これは羽。赤
く塗ったら完成。できた。可愛いでしょ。アシュリーナイス。二人とも本当に素晴らしい生徒だわ。そのテントウムシも可愛い。先に開けていい？うわあ、私も同じ。こんなに大きいロリポップ見たことないわ。やばすぎ。ほら回して。うん。あ、何あれ。え、何、どれ。チョコレートで止まったわ。うわ、ラッキーね。はい。うわ、待ちきれない。チョコ大好き。いいな、完璧なトッピング。垂れまくってる。私も回すわね。うん、うまくいきますように。マジ。あ、マスタード。私は助かった。はい。このゲーム最悪。続けて。マジで。たっぷりつけて。うえ、こんなの舐めたくない。試してみれば。オッケー。うえ、超まずい。こっちはめっちゃ美味しいよ。もう一回回して。マスタードじゃなかったら何でもいいわ。うわ、バチが当たった。は、玉ねぎ。はあ、仕返しよう。ほら。うわ、すごい量の玉ねぎ。スプリンクルだと思い込んでみよう。息が超臭くなりそう。あ、ほら続けて。ちゃんと食べて。お味はどう？なんでこんなことやってるの？そっちの番。よし、いい予感がする。はあ、キウイフルーツじゃなくてマシュマロ。でもキウイじゃ。どうやったの？はい、マシュマロ。いえ、最高。マスタードの味を忘れられるかも。可愛いでしょ。やっぱり変な味。やっぱりダメか。あ、ありがとう。いただきます。ねえ、早く。完璧に仕上げなきゃ。めっちゃ退屈。ごめん、始めよう。うん、あいこでしょ。よし、私の勝ち。うわー、キャンディーがいっぱい。おいしそう。めっちゃおいしい。よし、私の番。イエーイ、私もキャンディー。食べてみよう。待てよ、いいこと考えた。これ貸して。溶かしちゃおうっと。うん、いい匂い。だったらいいけど。まだ終わってないわ。メイクブラシを使うからよく見てて。腕に絵を描くの。可愛くない？うん。もうちょっと描いてみよう。じゃあ私もやってみようっと。楽しそう。これでよし。ブラシが必要だわ。まだ使ってるからごめん。うん、指でやってみよう。うまくいくはずよ。うわ、下手くそ。ちょっと頑張ってるんだから。ああ、勝負するつもり？やめてよ。は、許せない。やめて。そっちが始めたくせに。ごめん、親友でしょ。うん、もちろん。私も悪かったわ。ブラシを使ってみる？うん、指じゃちょっと無理。よし、動かないで。くすぐったい。ほら、これでどう？最高。お互いのを開けてみよう。すごく楽しみ。うわ、変わったパンケーキ。そっちは何だろう？ピンクのパンケーキだ。トッピングを乗せてみよう。私はチョコレートスプレッド大好きなの。私は生クリーム。ほら見て、めっちゃ美味しそう。止まらなくなりそう。何を乗せてるの？大量の生クリーム。これでよし、舐めちゃおう。このラウンドは最高。うん、おやつにぴったり。よし、次は何？チョコレートは？歯医者さんに怒られちゃうけど、まあいいか。私はグミを使ってみるわ。カラフルにしなきゃ。すごく綺麗。私はこれ。
うん、このまま食べたくなっちゃう。我慢しなきゃ。うわ、めっちゃ美味しそう。あー、わたあめ完璧だわ。私のパンケーキにぴったり。ふわふわの雲みたい。一口食べる？じゃあ次はポップコーン。グッドアイデア。このチャレンジは最高。ほら、使ってみる？いや、大丈夫。わあ、クッキー、グッドアイディア。手伝おうか？大丈夫。よだれが出てきちゃった。外側に並べてみよう。早く食べたいな。マシュマロも乗せてみよう。ちょっと乗せすぎかな。次はリコリスの番。うん、スペースがなくなってきちゃった。でもどうにかするわ。よし、そっちの番よ。次はスプリンクル。スプリンクルのデコレーション。私のはちょっと暗すぎるわ。もっとクリームをのせなきゃ。マジでいっちゃうから。もっとスプリンクルをのせちゃおう。よし、完成。うわー、めっちゃおいしそう。みんなはどう思う？次はいよいよ試食の時間。ちょっと切るのが難しそう。ピザみたいに切らなきゃ。私はそのまま、うん、そっちの方がうまくいきそう。うん、おいしい。もっと食べちゃおう。開けてみる。高そう。サイズ合うかな。確かにいいかも。デザインもいい感じ。どれどれ。おお、すごい。これは、あれ、消えた。本物なの？自分の目を疑っちゃう。ハンバーガー戻ってきて。マヨネーズたっぷりでね。匂いも美味しそう。食べちゃおう。どうやってかじればいい？角度を変えるとか？ちょっと独り占めしないでよ。そうだい。わあ！どこに消えちゃったの？髪の毛が。こんなに食べられない。メガネを外したらやっぱりない。待って、私から。了解。それ、かわいい。ピンク色のバラ大好きなの。誰からかな。もしかして王子様、愛の告白だったりして、一生幸せになれちゃうかも。やりやり。私のは、わお、くし。しかも黒。髪の毛サラサラにしてあげる。で、あり。こんなに長かったっけ。髪の毛が伸びた。このくし、魔法みたい。お姫様、君だね。花束いただき、どうぞ。私の王子様じゃないの？ラブラブなんて信じられない。こうなったら。あれ、髪の毛どうなっちゃったの？ひひ、食べちゃった。許さない。ちょっと、全部食べてやる。次は。ダメよ。今度は私が先。でかいスイカ。でも包丁すらないのに。どうやって食べるの？そうだ、包丁なんていらない。怒りのパワーがあれば十分。フルーツなんて割ってやる。うそ。いけ。終わった？なんか変じゃない？中が黒い。世界一好きな色。よーし。あー、完璧なサイズ。味もいけるはず。いただきます。うん、私だって。痛い骨。
偽物よね。触らないで、私のよ。こっちにおいで。大丈夫、怖くない。意外と美味しいかも。これいける。何が起きちゃったの。今なんか変。もういらない。よし、次何か見てみようぜ。やった、ドーナツ。楽しくなってきた。朝のドーナツは最高だな。出来たてでうまそう。見てよ、このスプリンクル。どうもどうも、はじめまして。これをお持ちしましたよ。うん、これ何。あ、あの人いなくなっちゃった。魔法使いかなんかなの。開けてドーナツにかけてみよっか。キラキラだ。私グリッター大好き。わあ、すごい。ドーナツがでかくなったわ。待ちきれない、今すぐいただきます。おお、いいな。でっかい一口じゃん。味はどう。今話せないの、食べてるから。それに比べて俺のドーナツはしょぼいな。俺のドーナツもでかかったらな。愛情注いでしっかりお世話するんだ。常に温かくして新鮮さを保ってさ。まあ食べるまでの話だけど、美味しいんだろうな。おお、なんて夢だ。さて、俺のドーナツにもぶっかけとくか。どでかいドーナツになるんじゃね。はあ、こんなの不公平だよ。うそ、ウケる。超ちっちゃいじゃん。ウケるって。それならこれをくらえ。ねえ見て、さらに大きくなった。ざまあみろ。これには噛みつかない方が。まあいいか、ドーナツでも食うか。はあ、ドーナツが恋しいな。お先にどうぞ。うん、ケーキポップ美味しそうだね。ああ、マジでうまそうだよ。いきます。おいしい、ベリー味だ。うわ、全部いくのかよ。おどき、全部食べちゃうもんね。上位は自分の見ないの。確かにな、見てみよう。マジかよ、ダンプリングだ。うわ、すごい美味しそう。私に一個くれない。ダメ、ケーキポップを独り占めしたくせに。もう分かったよ、自分一人で楽しめば。ダンプリング最高、お気に入りの一つなんだ。しまった。頭きた、箸戦争だ。これもらった。うわ、空中に。そうはさせるか。捕まえた。どこだ。そこだ。よし、頼むぜ、ダンプリング。来い。来た来た。よし、完璧な着地。うわ、今のはすごかったね。おい、俺のダンプリングに近づくなよ。大丈夫だって、もう取らないから。全部上位のだよ。やっとダンプリングタイム。うわ、本当に美味しそう。ああ、うまいぜ、最高。いい？じゃんけんぽん。チョキだから俺の勝ち。いくぜ。うわ、シルバーのイチゴだ。すごい。これって金属製なのかな。食べて調べるっきゃないな。さてと、一口いただくか。うん、ガチの果物だ。うまい。そっか、超うまい。クレアのグミの中身より美味しい。じゃあ私も食べてみていい。いや、ダメだから。一個だけ。おい、ダメって言っただろ。3個しかないんだから、全部俺のだ。なあ、もうなくなっちゃっただろ。もう、ひどい。口
血を拭いてと、クレアのも開けてみなよ。あ、はいはい、貪欲なんだから。うっそ、大きな綿あめ、雲みたい。いやん、柔らかくてふわふわ、綿あめ大好き。お、よかったな。あれ、液体が入った容器もついてる。ほう、炭酸入りか。うん、綿あめの上からかけてみよう。いくよ、溶けてきた。うわ、見て、綿あめの下にお菓子が隠れてる。やった、これ大好き。マジ最高じゃん。スムージー味だって。はあ、袋を開けていただくかな。いただきます。よっしゃ、全部ね。お口がお菓子でいっぱい。美味しかった。マジ最高。ああ、マジうまそうだったな。あれ、このボタンどっから湧いてきたの。ピンクの綿あめだって、押すべきかな。どうだろう、危険かもよ。うん、人生一度きり、押してみよう。うわ、また綿あめ。マジかよ、二度目のチャンスってか。お菓子が隠れてるんじゃない。また綿あめに液体をかけよう。やっぱり出てきた。あれ、お菓子じゃないかも。ジュースだ。ちょうど喉乾いてたんだよね。クレアばっかりずるい。うん、甘くてしみる。またボタンを押そうかな。やった、まただ。いただきます。ポップロック、またグミ、お口へイン。どんどん綿あめ溶かしていこう。うん、おいしいお菓子がいっぱい。ポッキー大好き。うそ、ポテチ一缶。塩気が欲しかったんだ。おいしい。十分だろクレア、お前には休憩が必要だ。分かったよ、そうだよね。なんて、やめろって。アートにはさまざまな形があります。インスピレーションが何よりも大切。皆さんはどんなテクを知っていますか。コメント欄で教えてください。最後にチャンネル登録もよろしくお願いします。